麻痺とは、一般的には、死肢などが完全に機能を喪失していることや、感覚が鈍って、もしくは完全に失われた状態を指す。比喩的に使われることも多く、金銭感覚が麻痺する、交通麻痺などの要例がある。医学用語としての麻痺は、中枢神経あるいは、末梢神経の障害により、身体機能の一部が損なわれる状態を指す。 例えば運動しようとしても、獅子などに十分な力の入らない、獅子の感覚が鈍く感じる状態、または全く動かすことができない、感覚が全く感じられない状態を指し、一般用語の付随に近い意味を持つ。麻痺には、運動神経が障害される運動麻痺と、感覚神経が障害される感覚麻痺がある。また中枢が障害される、中枢性麻痺と、 末梢神経が障害される末梢性麻痺に分類される。競技の意味の麻痺は両貸しの身の運動麻痺を引き起こす体麻痺に対し獅子麻痺と呼ばれる。診断学においては麻痺とは運動障害であり感覚障害を示す言葉ではないと考えられている。 しかし、書物により定義が一定しておらず、混乱を避けるため、運動麻痺あるいは運動障害といった言葉を用いることが多い。ここでは診断学におけるパラリシス、すなわち運動麻痺に関して述べる。なお、運動機能には随運動、不随運動、協調運動が知られているが、運動麻痺といった場合は随運動の機能障害と考えられている。運動麻痺には、 程度と分布による分類が知られている。完全麻痺は骨格筋の随運動が完全に喪失した状態を示す。不全麻痺は運動麻痺分布が部分的であったり、運動麻痺の程度が不完全な状態を示す。分布では、単麻痺は四肢のうち一死のみの運動麻痺である。肩麻痺は体の一皮に限局する運動麻痺であり、運動麻痺の頻度としては、 最も多い。神経診断学として、重要な肩麻痺に、抗体性変麻痺と交差性変麻痺がある。抗体性変麻痺とは、体側の脳神経麻痺を伴う、肩側の上下肢麻痺である。これは、脳幹病変の存在を示唆する。大脳、内包、視障などが障害された場合は、脳神経の麻痺側と死死の麻痺側が同側となるため、重要な所見である。 交差性変麻痺は人側の上肢麻痺と体側の下肢麻痺のことでありこれは延髄下部の衰退交差部病変の初見と考えられている。頻度としては非常に少ない。大麻痺は両下肢の運動麻痺であり、脊髄や大脳中心全開成中の選挙性病変などで起こる。四肢麻痺は両側上下肢の運動麻痺である。また両麻痺という言葉もあり、 四肢麻痺の内科しの麻痺が強いものとされているがあまり使わない。運動麻痺を随運動障害と考えると、随運動の経路である皮質脊髄炉、すなわち衰退炉を理解すると、メカニズムの説明ができる。大脳中心全開に存在する神経細胞が興奮することで随運動は始まると考えられている。一時ニューロンの軸索は、放線管、内方後ろ足。 中脳の大脳足を通過する。遠髄下部に存在する。衰退交差にて左右の繊維が交差し、脊髄にて二次ニューロンにシナプスチャンジし、全角細胞を興奮させる。一次ニューロンを上位運動ニューロンと言い,い、二次ニューロンを下位運動ニューロンと言う。下位運動ニューロンは、末消神経として、感覚繊維と並走しかみ頸筋接合部に至り、筋繊維を興奮させる。 この経路のどこかが障害されれば、運動麻痺は起こり得る。神経診断学では、問診と身体所見によって、障害部位を決定できると考えている。感覚障害などの随伴症状や身体所見にて、障害部位を絞り込み、画像検査にて確認を行う。障害部位の予測なしに、画像検査を行うと人食い的な変化との区別が、困難な疾患が多い。通常は、 障害部位は一箇所と考え、診断を進めていく。上位ニューロン障害として、脳血管障害、下位運動ニューロン障害としては、頸椎症が頻度としては多い。上位運動ニューロン障害では、脳神経外科、神経内科、下位運動ニューロン障害、筋疾患では、整形外科、神経内科と専門とする診療科も異なる。なお、特殊な例としては、 上位運動ニューロン障害、下位運動ニューロン障害の混在する疾患としては、筋萎縮性側索効果症などが挙げられる。神経診断学をすべて行うと非常に専門的となるため、病歴から脳血管障害が疑われた場合は、形成運動麻痺、腱反射の更新、氷剤反射の消失、病的反射の出現、膝クローヌス、足クローヌスといった。 衰退路調校のみ診察し、頭部 CT にて、出血評価、出血が見られなければ頭部 MRI といった手順で、救急室では行う。というのは、脳出血ならば緊急手術の適応の評価、脳梗塞ならば、血栓溶解療法の適応など緊急を要する、選択をしなければならないからである。脳神経も、運動繊維を含み、麻痺は起こし得る。 脳神経は分類学上は、末梢神経であり、視神経、急神経以外は、グリア細胞は、手腕細胞である。顔面神経麻痺がマネジメントとして、非常に重要である。脳血管障害によるもの以外では、顔面神経麻痺の原因としては、ベル麻痺が多い。ベル麻痺は29%に、後遺症が残り、致死的ではないものの機能予後は良いとは言えない。 口角が下がり、水を飲むとこぼしてしまい、寝るときも、眼鏡を閉じることができないなど、非常に機能予後が悪い。ストレスが発生に関与しており、春先に非常に多い。原因としては、ヘルペスウイルスの関与が考えられており、抗ウイルス薬とステロイドの使用によって、後遺症を残すリスクを軽減できることが知られている。そのため救急室でもこれらの薬の処方ができることが、 望ましく、不慣れならば、翌日の自備化受診を促すような配慮が望ましいと考えられている。運動麻痺と大脳皮質運動の小人と感覚の小人。骨格筋の随運動を発動する運動細胞が分布する大脳運動皮質はブロードマニオニアと呼ばれ、中心前回のほぼ後半と中心傍障用の前半を占めている。各身体部位に対応する。 体制機能局材がある。運動屋を代表する、ベッツ細胞はこの4屋の第5層にある。運動皮質の体制機能局材については1901年に、デリンの臨床病理所見に基づき記述された。1952年に、ペンフィールドらは、脳手術中に、局所マス以下で、大脳皮質の体制運動屋を電気刺激し、反対側の体に生じる運動。 痙攣の極材を詳細に検討し、体制機能極材を承認現像として作成した。大脳運動皮質では、大脳列に接する、弁外部から、円水部を経て頂上に達し、さらに内側市場面に至るまで、後部、顔面、上肢、体幹、下肢の順に、体制機能極材が存在し、体の逆立ち上に配列されている。また運動麻痺の症候と、 大脳皮質の関連は、下記のようにまとめることができる。上肢、下肢の中の一肢の運動麻痺を炭麻痺という。炭麻痺は、末梢神経系の病変でしばしば見られる。その一方で、大脳皮質病変でも、炭麻痺を呈することがある。その分布形式が一見末梢神経麻痺の分布に、似ることから、偽性末梢神経型麻痺と呼ばれる。 このような現象が見られるのは、運動皮質に、前述の体制機能があるためである。大脳運動野の体制機能局在の中で、で、種子が占める範囲は大きいので、原曲性の大脳運動皮質病変で上司の、単麻痺、あるいは、尺骨神経麻痺、頭骨神経麻痺、小中神経麻痺など抹消神経病変を思わせる、ことがある。 そのような皮質性運動麻痺の中で、末梢神経障害と類似の型を呈するものは、偽性末梢神経型皮質性運動麻痺と呼んでいる。この皮質性運動麻痺では、麻痺の目立たない指でも一本、一本の分離運動が、うまくできず連合運動が生じ、微細な運動がしにくい。通常、麻痺筋に筋萎縮が見られないという特徴を有している。 原曲性の大脳運動皮質症病変により、であるいは種子のみに原曲した運動麻痺に対して、アイソケーテッドハンドポールジーなどと呼び、様々な運動麻痺が報告されている。大脳運動皮質の体制極剤のうち手に相当する皮質部位の同定が、頭部 MRI で可能であるとの報告があり、臨床的に活用されている。手の運動野の部位は、 プリセントラルノブと呼ばれている。大脳運動野の体制機能局在の中で下肢が、占める範囲は、相対的に小さいが大脳半球内側面の中心傍小用の原曲性大脳皮質病変で、相皮骨筋麻痺を思わせる偽性、末梢神経型麻痺を呈したり、歌詞単麻痺、下肢炎 e v u 位の麻痺を呈することがある。さらには、病変が、 両側の半球に及んで、両下肢の麻痺をきたすことがある、運動皮質を犯す病変の多くは、動脈の高速性病変や、腫瘍性病変で、その麻痺の分布は、上肢でも、下肢でも近異部より遠異部が強く犯される。これに反し、脳静脈血栓症による、運動麻痺分布は、遠異部より近異部が強く犯される。運動麻痺と、脊髄髄説と、 神経根脊髄は、各々の神経根の出る高さに応じて31の、随節に分けられる。内訳は、第1から8頸髄、第1から12胸髄、第1から5腰髄、第1から5仙髄及び腰髄である。各々の随節は一定の部位の筋肉を支配しており、随節から、神経根が出て、椎間口から、脊柱管の外へ出て、前枝と、後枝に分かれる。 椎間口を出るまでが神経根であり、そこから出て分子する前枝と後枝は末梢神経に属する。脊髄は脊柱管の中にあり、髪型は塩髄の衰退交差の下場から始まり、下方は脊髄塩水になり、第一第2腰椎レベルの高さで終わる。脊髄、脊椎神経根は発生学的に分節構造をなし、 神経根はそれに相応する、脊髄随節から出て、上下の脊髄の間を通って、脊中間の外に出る。しかし、頸髄と頸椎とは同数でないため、第1、第7形神経根はそれぞれ対応する、脊髄の上の椎間孔から出るが、第8頸椎神経根は、第7頸椎と第1胸椎の間の椎間孔から、出る。それ以下の神経根は、 それぞれの対応する脊椎の下の椎間孔から出る。脊椎と脊椎の発育の不均衡の結果として、相対的に脊椎は、脊椎よりも短く、各髄節と椎体の高さに、ズレが生じる。このことは、X 線撮影や MRI での椎体の高さから、髄節の高さを決定する上で重要でその対比を、表に示す。一方、神経根は、 脊髄の下部に行くにつれて、次第に走行が滑らかになり、腰椎仙骨レベルでは、脊柱管内をほとんど垂直に下行する。この腰栓髄神経根の集まりをその外観から、すという。脊髄の太さは一様ではなく、二箇所の膨大部、頸髄膨大と、腰髄膨大がある。前者は、C4T1 髄節に相当し、 後者は L1S3 随節に相当する。それぞれ上肢と下肢を支配するところで、この高さの神経根も太く、全角も大きい。各随節は一定の部位の筋肉群を支配しており、これを近節という。多くの筋肉は上下に連なる複数の随節、神経根の支配を受けている。これを多随節性支配という。 その主要な随節、神経根を知ることにより、障害された筋肉の分布から、随節、神経根病変の極材を推定することができる。上司では、肘の屈曲の C5、手首背屈 C6、肘伸展 C7 が有名である。下肢では、足関節の背屈で L4 から5、母子の背屈 L5S1、母子の低屈 L5S2 が、よく確認される。 かかと立ちは L5、つま先立ちは S1、膝崩れは L1 から3と考えられる。頸部を中心とした筋肉は主に C1、C4 随節に支配されている。代表的な筋肉は、強鎖乳突筋、僧帽筋、他の不角尾筋であり、特異的なものとしては、横隔膜がある。なお、 強さ乳突筋と、僧帽筋は副神経にも支配されているため、上位頸髄あるいは、炎髄のいずれの病変でも障害されうる。健康、上腕部の筋肉は、主に C5、C6 随節に、支配されている。代表的な筋肉は、三角筋、トゲカ筋、上腕二頭筋、腕頭骨筋、上腕三頭筋などである。前腕部の筋肉は、主に C6、 C7、C8 頸髄に支配されている。代表的な筋肉は、円海外筋、頭側お及び、尺側手根屈筋、頭側お及び、尺側手根心筋、総指心筋及び腸、丹母心筋、腸母子外転筋などである。手の筋肉は、主に C8、T1 随節に支配されている。代表的な筋肉は丹母子外転筋。 虫様筋、小足骨幹筋、母子対立筋母子内転筋、肺足骨幹筋、小指外転筋などがある。胸部、腹部、肺部の筋肉は T1、T12 随節で支配されている。下肢体及び下肢筋は腰随節及び潜随節に支配されている。腰随節支配の代表的な筋肉は、腸腰筋、大腿四頭筋、方向筋、 大腿内転筋群などである。腰、潜水節支配の代表的な筋肉は大殿筋、中殿筋及び、小殿筋、大腿二頭筋など、膝屈筋群、前脛骨筋及び足、足死の背屈筋群、腸、端母子屈筋など即死屈筋群である。潜水節支配の代表的な筋肉は、硬い三頭筋である。運動麻痺と神経層、 末梢神経脊髄の全角細胞から出た運動神経繊維からなる前根は感覚神経からなる高根と合流して脊髄神経根を形成する脊髄神経根は椎管口から脊柱管外へ出て前枝と後枝に分子する前枝は頸部、腰部、線部の高さでは上下のものが分合して神経層を形成する胸腹部では 神経層は形成しない。その後はレベルにより、神経幹、神経束に区分され、その先は、末梢神経となり、四肢の筋群、体幹の前壁、側壁の筋群に運動神経繊維として支配する。一方、後枝は、神経層を作らずに、それぞれの高さの体軸筋に運動神経を送る。末梢神経障害に関しては蝶母外転筋が、 しおり骨神経支配、短母子外転筋が、小中神経支配、母子内転筋が、尺骨神経支配であり、母子の動きである程度の診断を行うことができる。首神経層、軽神経層は上肢を支配する。神経はなく、頸部の筋群を支配している。筋枝は副神経とともに、強左乳突筋、僧帽筋に分布しており、その他、横隔膜、 前頸部の深部の筋肉を支配している。腕神経層腕神経層は上、中、下の三本の神経幹として始まり、それぞれの神経幹は前後に分子し、それらが分合して三本の神経束を形成する。液化動脈の位置関係からそれぞれ後ろ側、外側、内側神経束と呼ばれる。五神経束は、 液化神経を分岐した後に、頭骨神経に、外側神経束は、筋側神経を分岐した後に、内側神経束の成分と合流し、正中神経に、内側神経束の残りは、尺骨神経になる。頭骨神経は腕神経層の最大の分子であり、上腕三頭筋への分子を出した後、上腕骨の中央部で背側を回り、前面に出る。 頭骨神経口を通過して、液化外側で浅枝と深枝に分かれ、上腕の神経と前腕のすべての神経群を支配する。小中神経は、外側神経束に一部内側神経束が合流し、上腕動脈に沿って下行する。液化に達した後、前腕小足中央を加工し、手根管を通って手晶に達する。尺足手根屈筋を除く。 前腕のすべての屈筋を支配し、固有手筋では、母子の動きに関連した筋群を支配する。尺骨神経は、内側神経束の終わり枝で、上腕二頭筋の内側を下行し、徐々に、上腕の後面に回り、上腕骨の肘関節部分で、尺足上下後面の尺骨神経口を通る。前腕の手の平面に出て、尺足指根屈筋に沿って下行し、 手根部で、グヨン管を通って首相に達する。前腕では、尺足手根屈筋、深指屈筋を支配し、母子玉筋では、母子内転筋を、小指玉筋では、すべての筋を支配する。また骨管筋も支配する。腰神経層腰神経層は、L1L4 神経で形成され、大腰筋と腰方形筋に囲まれ、下腹腔と大骨盤腔の後面を占める。 神経層の主要な部位部分は下行し、陰部大腿神経、大腿神経、閉鎖神経として、素径人体の下方へ深い大腿部へ達する。大腿神経は、腰神経層の最大の分子である。L2L4 神経が紛合して形成され、大腰筋と腸骨筋の間の溝を下行し、素径人体の中央をくぐり大腿前面に出る。 分岐して、運動枝は、大腿前面の諸筋、ナチ大腿四頭筋、方向筋、恥骨筋を支配する。閉鎖神経は閉鎖口を通り、骨盤の外へ出て、大腿の内側にいたり、大腿内転筋群を支配する。仙骨神経層、仙骨神経層は、座骨神経層と陰部神経層からなる。座骨神経層は、株越し神経と、 仙骨神経が形成し、下肢体と下肢を支配する。陰部神経層は、仙骨神経の下部を主体とし、骨格筋以外の骨盤内臓器と生殖器を支配する。座骨神経は、座骨に神,神経層から出る最大の神経である。大座骨孔の下半の理上筋下孔を通り、骨盤の後方に出て、大腿孔面の諸筋を支配する。大面を下行し、 大体の下位置、3の高さで、蛍骨神経と双肥骨神経に分岐する。蛍骨神経は、膝下中央を下行し、皮膚筋の前面を通り、腸母趾屈筋と腸趾屈筋との間を下行し、皮腹筋をはじめとする、足の低屈筋群を支配する。双肥骨神経は、大体二頭筋に沿って下行し、朝、真の二枝に分かれる。朝肥骨神経は、 肥骨筋の運動を支配し、新肥骨神経は、前肥骨筋以下の足の背屈筋群を支配する。まとめ障害の部位を決定するには中枢を呼び、抹消の神経解剖が重要となる。脊髄、抹消神経レベルでの支配筋をまとめる。また、深部腱反射や病的反射も合わせて、内部リンクを参考のこと。肩麻痺を起こす疾患の頻度としては、 脳血管障害が圧倒的に多く、急性期治療によって予後が全く異なる可能性もあることから前述のように救急室では神経診断学とは異なるアプローチを行う場合が多い。まずはバイタルサインの確認をし、蘇生法にて対応する。脳幹病変の有無を評価し、疑わしければ気管内相関を施行する。麻痺側にて、 静脈路確保を行うと、脳血管障害では感覚障害の合併があるため、静脈炎の発生や、点滴漏れに気がつかない場合があるため、検索で、静脈路確保を行う。検索で、静脈路確保しなければならない状況としては、肩麻痺など、感覚障害を伴う場合と乳がんにて、液化リンパ節覚醒を行った場合などが挙げられる。液化リンパ節覚醒を行った場合は、 上脈炎から SARS などに進展するリスクがあると考えられている。血栓溶解療法の適用から外れないように、するために NG チューブや法令カテーテルの挿入は控え、動脈血採血も行わない。できるだけ速やかに頭部 CT を行い、脳出血の有無を確認する。 心電図などのルーチン検査は CT を優先し、空き時間を利用して行うべきである。また衰退路調校の確認なども空き時間を利用して行う。なお、厳密には低血糖や、その他の原因にて、肩麻痺が起こることもあり得るが、低血糖の場合は意識障害がある場合がほとんどで、あるし、その他の疾患に関しても、脳血管障害が否定できてからでも遅くはない。 場合が多い。救急室で行うべきこととしては、出血部位の同定を含めた診断と、ヘルニアや、水頭症といった、合併症の評価である。緊急手術の適応となる、脳出血には、比較出血、小脳出血、皮質化出血、死傷出血が挙げられる。比較出血、小脳出血、皮質化出血では、血腫除去術、死傷出血では、 脳質ドレナージが標準的な術式である。手術適用は施設によっても異なるが、比較出血の場合は、血腫量が 31ml 以上の時や、意識障害がある時、脳の圧迫所見が強い時は緊急手術となる。小脳出血では、血腫系が 3cm 以上の時、意識障害がある時緊急手術となる。皮質化出血の場合は、 血腫量が3 0トル以上の時、意識障害が混迷以上である時、小中変異が1トル以上ある時、中脳周囲層の変形がある時緊急手術となる。死傷出血では、脳出先波や、水頭症が認められる時緊急手術となる。脳血管障害で CT にて出血が認められなければ、脳梗塞の可能性が高い。 発症から3時間以内であれば、血栓溶解療法で症状が改善し得るので、適用の評価を行わなければならない。病歴からアテローム血栓性などの病形診断も行い、MRI、またはメラにて発症時期も特定していく。血栓溶解療法は、適用基準、身長投与などが定められているため、必ず専門家にコンサルトしてから、 血栓溶解療法は行うべきである。この際、適用から外れる行為として簡潔的な処置がある。ために NG チューブや、フォーレ令ーカテーテルの挿入は控えておいた方が良い。診断学においては、痺れが、感覚麻痺に相当する言葉と考えられているものの、一般用語では運動麻痺も痺れると表現するために、感覚麻痺といった言葉で示されることが多い。 感覚の異常には異常感覚、作感覚、知覚過敏、知覚鈍ン無感覚の5つが知られている。異常感覚とは外的刺激によらない感覚の異常であり、誘因なく暑さや痛みなどを感じるということである。一般用語の痺れなどがこれに相当する。作感覚とは外的刺激による感覚の異常であり、 触られただけで冷たく感じたりなどすることである。知覚過敏とは、感覚を強く感じてしまうことで、感覚ドンマとは、感覚を弱く感じることである。設備語の s c ジアが感じるという意味であり無感覚は、麻酔という意味で用いられることが多いが、症候学的には、感覚を全く感じないことである。感覚の小人。 中心五階の正中部に選挙性病変が起こると、両下肢の感覚麻痺が起こる。中心前回も障害され感覚麻痺を伴う、体麻痺となることが多い。感覚の伝道路は、教材感覚と深部感覚で異なる。どちらも、末梢神経のレベルでは、運動神経と並走する。神経根のレベルでは感覚は、高根神経節が存在すること。 運動神経が前目を通るのに対して、感覚神経は後根を通るという点で異なる。表在角は、脊髄広角で二次ニューロンとなり、中心管周辺を通過し、反対側側側削削へ行く。側削に沿って、外側脊髄支障炉を形成し上行し、支障で三次ニューロンとなり、方線管を通過し頭頂葉の中心五回で四次ニューロンとなる。 深部感覚は、同側の五作を上行する。円髄の五作角で二次ニューロンとなり反対側へ軸作を伸ばし、内側毛体を形成し、支障で三次ニューロンとなり、方線管を通過し、頭頂葉の中心五回で四次ニューロンとなる。このように脊髄での走行が全く異なるため、脊髄障害では解離性感覚障害となることがある。触角は、 深部感覚と表在覚両方の経路があると考えられており、表在覚の方を原始触覚として区別することがある。蒸気の感覚伝導炉のうちどこかが障害されれば、感覚麻痺は起こり得る。デルマトーム。四方足時代の名残として、菓子よりも、肛門周辺の方が下位であることに注意する。腕が C であり、後頭部 C2、母子 C6、中指 C7。 ニュートース4、ヘソス10、ボシエル5、肛門 S5 といった項目は、目安として重要である。感覚麻痺は、障害部位によって分類されることが多い。脳疾患であるのか、ミエロパチーカ、熱症かニューロパチーカ、イントラップシンドロームであるのかによって分類することで、コンサルトすべき、診療科が決定されてくる。分類の仕方は、 神経診断学に基づくが、緊急の場合はその限りではないのは運動麻痺と同様である。感覚障害の部位、特にデルマトームに沿うのかということ、合併する運動障害の評価、特に UMD か LMD かといった点、その他の神経学的上所見によって評価される。ミエロパチー、ニューロパチー、熱症の鑑別は SEP、神経伝導速度といった、 電気生理学、髄液検査などを駆使することが多い。頻度としては、ほとんどが脳血管障害によるものである。運動麻痺と一致した部分に感覚麻痺も生じている。脳幹より上位の障害であると、脳神経の障害部位と肩麻痺が同速となっている。脊髄障害のことである。帰り性感覚障害などが起こることもある。 デルマトームの多分節にわたり感覚麻痺が生じる。典型的には、障害部位よりも下はすべて障害される。電部は S 領域となるため感覚麻痺の評価に適している。また、脊髄障害では、膀胱直腸障害など、他の症状が出現しやすい。後頭部 C2、母子 C6、中指 C7、ニュートース4、ヘソス10、母子 L5。 肛門 S5 のデルマトームが有名である。神経値障害である。感覚麻痺の部位は、デルマトームの一分節となる。高根神経節障害というものもある。ニューロッパチーは、末梢神経の正常な伝導が障害される、病態である。典型的には、手足の先端から、感覚麻痺が生じて、中枢側に向かって進行してくる。 足から生じてくるのが一般的でグローブストッキング型の感覚障害で有名である。神経解剖学的に説明がつかず ADL の低下も見られない場合は放置しても知死的な疾患でない場合が多い。こういった場合を心因性疾患とする。例外としては時間的、空間的に多発する脱髄性疾患である。障害される神経の種類は 運動神経、感覚神経、自律神経に及び、ミクロ的な障害部位は軸索であったり、随症であったりする。マクロ的にどこが障害されるかによって、単身経炎、多発性単身経炎、多発神経炎に区別される。主な疾患は、ギランバレー症候群、フィッシャー症候群、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチーが、炎症性、 感染性のものとして有名であり、その他の原因によるものに、糖尿病性、ニューロパチー、腫瘍随伴性ニューロパチー、苦労、深性症候群、あるいはする、PN 等の抗原病性血管炎に伴う、ニューロパチー、シャルコーマリートゥース病、家族性アミロイド多発ニューロパチー等がある。外因性としては、アルコール、ヒ素、水銀、タリウム、スチレン、N 兵器酸、 またビタミン欠乏により、ベリーベリーなども有名である。薬剤性としては、イソニアジトやビンクスリチンによるものが多い。ニューロパチーは大雑把に、脱髄性のものと、軸索編成性のものに分けられる。軸索編成性の場合は、急性のものでは、ミエリンオボが、慢性のものでは、アクソナルスプローティングが認められる。軸索編成性ニューロパチーの場合は、障害する。 神経繊維の選択性が認められることがある。体系繊維優位型は Aβ 繊維の障害のため深部感覚の障害が目立つ。特に高根神経節に病変の主座がある場合は感覚失調を伴う。こういった病気は PNS やシェーグレン症候群が知られている。小型繊維優位型 AΔ よび C 繊維の表在感覚や 自律神経障害が目立ち、痛みを伴うことが多い。これは、アミロイドーシスや一部の糖尿病で見られている。痛みのメカニズムは、内部リンク糖2に詳しい。高根神経節に病変があると考えられる場合は、シェーグレン症候群や防止用症候群を考える。高根神経節の障害では、経過が長くとも、クソナルエープラウティングが認められないのが特徴である。 手根管症候群や、胸格出口症候群である。抹消神経が骨や人体によって圧迫され、それ以下の抹消神経が障害される。感覚障害のそれぞれの分布様式にはそれぞれ、対応する、特徴的な病変局在を有する。しかし感覚障害の分布が同じか類似していても、本来の病変局在と異なる場合があり、病変を誤る分布として知られている。 代表例を下記に列記する。脳卒中による偽性尺骨神経麻痺として、しばしば認められる。感覚麻痺と、脊髄髄節、神経根皮膚分節皮膚分節とは単一の、脊髄髄節、神経根が支配する、皮膚領域を意味する。体幹では発生学的な大切機構がそのまま、残され、皮膚分節は、輪切り状に、規則的に、 分側から微側へ配列されている。これに対して、四肢では、発生期における死がの移動のために、皮膚分節の分布領域が複雑である。このため、中部形髄にあたる C4 分節が、胸髄上部の T2 分節の頭側に接し、腰髄上部の L1L2 分節が、電部から大体後方で、線髄分節に接する。臨床医学で用いられる。 皮膚分節の体図は互いに異なる手法によって作成された3つの起源に由来している。ヘッドとキャンベルは体上方針の皮脂の分布をもとに体図を作成した。フォルスターは慢性疼痛患者において後部リゾートミーを施行した際に神経根の断端を刺激し皮膚に血管拡張が生じる範囲を観察して体図を作成した。この検討によって 皮膚分節感の重複が明らかになった。キーガンとギャレットは目の障害を有する主に下下科手術例の感覚障害の観察からタイ図を作成した。このような背景を踏まえて1938年に野崎が作成したデルマトームの図は臨床応用にふさわしいと考えられている。しかしどのタイ図を利用する場合でも個人差があることと 皮膚分節の境界領域は隣接する二つの髄節支配が重複することに注意する。不連続線とサービックルライン皮膚分節の頭上の、頸髄と胸髄の境界線では、C4 分節と T2 分節が接している。ここに不連続性があり、不連続線という。そのことが、脊髄疾患の診察上重要な手がかりになる。 感覚ドンマが予想される下方からピンにて皮膚をこすって、いくとある。種の患者ではこの線で急激に痛みを訴える。この不連続線の中で前胸部にあるところは首、胸髄病変の境を検討づけるのに有用であり、これをサービックルラインという。不連続線はサービックルラインのみならず、 科学核の三叉神経第三枝と C3 分節の間や L1、L2 分節と S2 分節の間にも見られ臨床を要される。脊髄由来の感覚麻痺の分布様式この方の感覚障害は入浴した時に水面下に没する部分に障害が見られることから入浴型と呼ばれる。脊髄の横断性病変、急性感覚性自律神経性ニューロパチなどで 顔面、頭部の障害を免れ軽部以下の全感覚障害が見られることがある。脊髄用断性病変により病変部以下に全感覚障害が見られるときに、下部脊髄神経根の支配領域で感覚障害がないか非常に軽い場合があり、腰旋部回避ないし線部回避という。髄内病変が内方から脊髄死傷路を圧迫、障害するためと言われてきたが、 随害病変でも生じる。病変の増大速度や脊髄表面の即腹結構の状態によってこの方になるとされる。線深い避と反対に線部のみに感覚障害が見られる場合を言う。ブラウンセカール症候群は脊髄の反節病変によって生じる。病変の高さで全体上の感覚障害が見られ、その直上に感覚過敏体が見られる。病変より、 下方の同側半身に、いわゆる深部感覚ドンマを、反対側半身に、胸材感覚ドンマをきたす。病変の広がりでいろいろな病形がある。感覚障害の分布が上半身のある範囲に限られ、地面に接する形でないときに、中ずり型と言われる。変速型と、両側型とがある。脊髄空洞症などの脊髄中心部の、随接性病変によることが多い。 脊髄老糖尿病性神経障害、サルコイドーシスなど脊髄神経ネ病変によることもある。脊髄の随節性の障害は、デルマトームに当てはめて理解する。その際に、随節間の重複や左右間の重複の存在に注意する必要がある。大脳病変により、随節性と類似の感覚障害が見られることがある。 帰り性感覚障害、帰り性感覚障害とは、要素的感覚の中のある種類が、他のものより強く障害されていることである。特に重要なのが、教材感覚と深部感覚の帰りである。これはこの二つの感覚系の走行が、中枢神経内で異なる経路を通ることが原因で、起こる。臨床解剖学では帰り性感覚障害は、局在診断において、 非常に重要な情報となる。分類末梢神経障害では感覚の全種類が並行して障害されることが多いが、ある種の象形維優位の末梢神経障害では、表在感覚ドンマがあるのに、深部感覚が保たれる。家族性、アミロイドポリニューロパチン、シャルコーマリートゥース病、糖尿病性神経障害の一部などが挙げられる。反対に、 体型すぎによって伝導される深部感覚障害が目立ち、温通覚が免れる疾患としては、防止陽性神経症候群などの免疫異常性ニューロパチー、ビタミン B12 欠乏症、糖尿病性にせ成績髄移のような糖尿病性、神経障害の一部が挙げられる。深部感覚が障害され、温通覚が保たれる。 カイル性感覚障害はかつて脊髄老で多く見られた。脊髄老の減少とともに近年では、誤作や内側毛体に脱髄層を有する多発性硬化症や誤脊髄動脈領域拘束で典型的に見られる。また障害が末梢神経から脊髄に及ぶアキュ性連合性脊髄変性症でも見られる。またフリードリッヒ運動失調症や、 ビタミン E 欠乏症も類似する感覚乖離を示す。この方の感覚障害では感覚性運動失調やロンベルグ試験のほかジンジンするびれや電撃痛、乱節痛、レルミット兆候が見られることが多い。脊髄空洞症では脊髄中心部白質の病変により温通覚の神経繊維が脊髄中心部で交差する部位で障害されて、 その高さに相当する皮膚の温通覚がどんなするが、誤作に障害が及ばないため深部感覚は保たれる。脊髄死傷炉は、脊髄災害側の表層を走る、超経路で、ここが障害されないため、病変の高さより、下の感覚は保たれ感覚障害の範囲は、病変のある高さに限られるので、宙吊り型を呈する。脊髄空洞症以外に、 脊髄開白室に病変を有する、脊髄内出血や脊髄髄内腫瘍などでも見られる。病変部以下の温通覚が障害されるが、深部感覚が免れる感覚障害改良を呈する。脊髄先方部の2、3を管流する全脊髄動脈の循環障害で生じる。 超経路の脊髄視障路が障害されるため、温通覚障害の範囲は障害レベル以下全体に見られる。誤作成の感覚障害は原則として認められない。このような帰り性感覚障害は、脊髄椎間板ヘルニアや脊髄髄外腫瘍などでも認められる。脊髄の横断面の半分が障害されて生じる、ブラウンセカール症候群は帰り性感覚障害のよく知られた例である。 病変側の反対側の誤作が障害されて、その側の深部感覚が障害されるとともに、反対側の音通覚を伝導する脊髄支障炉が障害されて、病変の反対側の音通覚が障害される。病変の高さに相当して、同側の全感覚障害が見られる。ブラウンセカール症候群は外傷など、脊髄髄外病変で典型的に生じるが、 不全型も含めれば、多くの脊髄疾患で生じる。病変が拡大することにより病変分布が推移する。それが、乖離性の感覚障害の時、病変の性質を示唆する。代表例としては、ファロア・アラジュア・ニーヌ病などが挙げられる。塩水外側症候群では、特徴的な感覚障害が見られる。すなわち、温通覚障害が病変と同側のタイプと、 反対側の顔面に見られるが、深部感覚障害は免れる。病変の高さによっては、顔面と体部の交差は見られないことがあるが、帰り性感覚障害は認められる。すなわち、遠髄外側症候群では交差性感覚障害は認められないことがあるが、帰り性感覚障害は原則として認められる。遠髄内側症候群では、内側蒙胎障害で病変と、 反対側の深部感覚は障害されるが温通覚は保たれる。大脳皮質病変で認められる、帰り性感覚障害は、表在角障害が優位のものと、深部感覚障害が優位なものの2種類が知られている。深部感覚障害が優位なものは、遠髄内側症候群に似た分布となる。温通覚や原始触覚が保たれているかごくわずかに、 障害されているだけであるのに対して、深部感覚や固有感覚、一体感覚など識別性感覚が高度に障害されるが、振動感覚はあまり障害されない。障害は、視視縁に優位であり、母子探し、試験以上を顕著に呈する。症状は運動障害として現れるので、受動的運動姿勢格障害が、軽度の時は、運動麻痺による。 運動障害と考えられることがある。皮質特有の感覚性消去現象を満たすこともできる。表材感覚が優位に障害されるものは、偽性神経根型と言われるものも含まれる。動脈閉塞、急性動脈解離、脳出血、脳梗塞といった血管障害、脊髄硬膜外脳用や急性脊髄、硬膜下血腫などミエロパチーを起こす疾患。 ギランバレー症候群、重症筋無力症、皮膚筋炎、多発性筋炎、多発性硬化症といった呼吸麻痺を起こす神経筋疾患は注意が必要である。特にギランバレー症候群は進行が早いため注意が必要である。これらの疾患はあらかじめ診断がついている場合も多く、また感覚障害単独で来院されることはまず考えにくい。 基本的には、手のしびれでは、頸椎症をはじめとする、頸椎疾患と、手根管症候群、足のしびれならば脊髄病変か、多発神経炎の、計4つを診断できれば、日常診療では十分である。足のしびれでのしびれ脳卒中との関係しびれを主訴に、する患者の多く、脳血管障害の可能性を考えて来院する。近年は、 ティアという概念が確立し、脳血管障害の前兆であるのではないかと受診する場合が多い。基本的には、痺れは脳血管障害と関係ない。ただし、以下の場合は脳血管障害の可能性がある。こういった場合を除き、脳血管障害の心配はないことを告げることが大切である。兄に、高血栓薬を処方するべきではない。 高齢者は痺れを手訴に来院する場合が多いが、どんなに検索しても重要な疾患が見つからず、特発性良性慢性痺れという診断になって、しまうことが多い。痺れで重要な疾患としては、顔面の痺れというものがある。これは、脳血管障害や悪性腫瘍の可能性が高く、精査が必要である。また、亜急性。 すなわち数週間で経過する死死の痺れも悪性腫瘍や血管炎の可能性が高い。神経診断は神経診断学に基づき病院診断、解剖学的診断、臨床診断と3ステップで行うのが通常である。解剖学的診断を行うための診察項目は非常に多い。救急室ではこのような対応は不可能なことが多く、 頻度としても救急室に来院する神経病が疑われる患者の多くは脳血管障害であるためより簡便なスクリーニング法が発達してきた。スクリーニング診察はあくまでも神経病の存在診断のために行うものであり体系だった神経診断学に基づく診断に比べ局所診断、病院診断の情報は少ないものの 短時間で行えることから救急室では好まれる。スクリーニング診察の項目としては、意識、脳神経、運動神経、感覚神経、歩行、姿勢、髄膜刺激症状、自律神経、協調運動、深部腱反射などを一通り行う場合が多い。スクリーニングの項目だけでも、脳血管障害のかなりの情報を得ることができる。 ほとんどの脳血管障害が肩麻痺を死祖とするため、これを想定する。まず顔面に麻痺が存在しない、頸部以下の肩麻痺であれば、脊髄レベルの血管障害と考えることができる、要出典医学。肩麻痺と対側に、顔面麻痺がある場合、すなわち抗体性変麻痺であれば、脳幹障害である。脳幹障害は、器官内相関の必要が高くなる。 陰頭反射の消失など多摩麻痺症状、抗体性変麻痺はいずれも、気管内相関を積極的に考える状態である。頭部 CT を緊急で行う必要がある。合間に行う、神経診断としては、脳神経の検査である。脳神経 i4 麻痺ならば、中脳、脳神経 V8 麻痺ならば、端、脳神経912麻痺ならば、塩髄が、責任病相である。 可能性が高い。肩麻痺と同速に顔面麻痺が認められる場合は、皮質化レベルか皮質レベルの障害である。この場合、点と上病変であるので、同行変異が存在すればそれだけで、変異方向の皮質レベルの障害である。同行変異が認められなければ、皮質症状が認められるか、認められないかで判別する。皮質症状が存在すれば皮質レベルの障害であり、 皮質症状が存在しない、あるいは感覚障害が存在しなければ、皮質化レベル、すなわち楽な拘束である。皮質症状は有意半球の皮質症状としては、失語が有名であり、劣位半球皮質症状としてはそれ以外の工事機能、障害、失認、執行、反則空間虫が挙げられる。また、両側大脳皮質の機能として、複合感覚もあるため、これも、 皮質症状とする。広範な皮質症状としては意識障害も挙げられる。障害血管に関しては、皮質レベルの障害の場合は、全部大脳順関係の障害が疑わしい。下肢の障害が強ければ全大脳動脈領域、顔面や上肢の障害が強ければ中大脳動脈領域、動面反応や原子が認められれば、五大脳動脈領域が疑わしい。 皮質化。特に内包、視床、大脳基定核は、線通枝によって、主に貫流されているため、皮質症状が存在しなかったり、感覚麻痺を伴わない運動麻痺や、運動麻痺を伴わない感覚麻痺は、楽な拘束を疑う。転換性障害あるいはヒステリーによる、神経症状の鑑別がしばしば重要となる。ヒステリーによる、運動麻痺の場合は顔、舌。 後継筋、強差乳突筋は麻痺していない場合が多い。強差乳突筋の場合は、右の筋肉が収縮すると左を向くため、右の麻痺でも顔を右に向けないが左に向ける場合は、ヒステリーの可能性が高い。麻痺側の上肢を顔面に落とすとき、ヒステリーでは顔に落ちないが、真の麻痺では顔に落ちる。フーバーテストでは、ヒステリーの場合は行外下肢進展で、 検測挙状で観測かかとに強い圧力を感じる。真の麻痺では、検測挙状で観測のかかとに感じる圧力が弱い。両側の大体筋を触りながら、検測の大体を内転してもらう。ヒステリーの場合は、麻痺側の内転筋にも力が入る。SCI テストは、ヒステリー性の下肢麻痺に対する試験である。自ら、膝立ちができない患者に、 多動的に膝立ちさせ、支えた手を離して、膝立ができる場合は陽性でありヒステリー性、下肢麻痺を疑う。ヒステリーによる、感覚麻痺では正常部位と感覚障害部位の境界がシワであったり解剖学的支配領域に一致しない。触覚、通覚、音覚、固有覚がすべて一律に障害されるという。陰部など、両側支配の部位で、 片側の感覚ドンマを訴える。音差を骨に当てて固有格を調べる。骨盤や頭では、骨伝導で左右両方ともわかるはずだがヒステリーでは、観測をわからないという。両腕を前に伸ばし、内線して、小指が上になるようにする。腕を交差させ、首相を合わせ指を絡ませる。腕を下に下ろし、手を内側から上に向かって動かし、絡ませた指が、 胸の前に来るようにする。この結果母子以外の指は腕と同側母子は体側に位置する。この状態で指先の感覚を左右交互に検査する。ヒステリーでは間違えたり、返答に時間がかかる。皮膚をつまむだけで著名に痛がる。立位の患者の頭を抑えて軸性の圧力で腰配痛が誘発される。立位。 気をつけて両肩を回旋して腰配痛誘発。フリップテスト要請。不必要に過剰な反応。これら5つのうち2つ以上の該当があれば、心因性腰配痛の可能性が高い。被験者を診察台に座らせて、硬い床を下水させる。検者は膝のやや中枢側を押さえた方の手で膝を進展させる。腰椎前腕が消失し、 後方に倒れそうになれば陽性であり、さらに SLR が陽性ならば、作病の可能性が高くなる。主要な圧迫性ニューロパチーをまとめる。抗約性ニューロパチーでは、障害された、末梢神経に限局した症状が出現する。痺れ感や痛みに先行し、病変の進行とともに、支配筋の萎縮や、筋力低下が明らかになってくる。抗約部は、 被刺激性が更新し、高打で、支配領域に放散する痺れ感や痛みが出現する。これを、チネル兆候という。NCS や EMG で検査可能である。原因は、外傷、圧迫、反復性ストレスの結果生じている。骨及び筋膜によって構成された、閉鎖空間をコンパートメントという。コンパートメントの圧上昇によって、疎血性神経麻痺。 さらに、大門筋誘拐や絵師が進行する。その後、クラッシュ症候群となる。この一連の症候群を、コンパートメント症候群という。母子対立運動や単母子外転筋の筋,の筋力低下や、母子玉筋の萎,の萎縮の結果のサルデが有名である。円海内筋症候群や全骨幹神経障害を含んだ、他の筋異部における、神経障害は非常に珍しい。 これらは腕神経草炎の部分型として起こることが多い。手根管は底部を、手根骨、上部を屈筋死体で形成される狭い空間である。この中を正中神経と9本の腱が通過する。何らかの原因で、手根管内の圧力が高まると、小中神経の公約性障害が出現する。頭骨骨折、腫瘍、ガングリオン、手根骨の骨折、妊娠。 糖尿病、甲状腺機能低下症、長期の血液透析などが原因として知られているが、原因不明なことも多い。通常は、聞き手側に発症し症状も強いが、中年女性の半数以上は、両側性である。等速の三子の異常感覚で発症し夜間に、増悪する。重症例では、短母子外転筋の筋力低下で、母子急萎縮に至る。 手関節小足小中神経直上で、チュネル兆候がよく認められる。ファーレン兆候も認められる。軽症例は、夜間の腹膜で、手首の可動性を制限させたり、副人皮質ステロイド曲中が有効である。進行例に対しては、手根管解放術を行う。筋萎縮が明らかになる前に行うのが良いとされる。 腰玉筋が萎縮した場合を猿でという。小中神経は、肘部で、円肝内筋の相当感を通過する。この相当感で公約が起こるのが、円肝内筋症候群である。小中神経の障害なので、CTS とも類似するが、前腕の肝内、肘屈曲、四肢の朝指屈筋収縮によって症状が悪化する。公約部位のチネル兆候は陽性だが、 ファーレン調校や、症状の夜間増悪は稀である。母子内転筋の,筋の筋力低下のほか、母子球以外の手内筋の萎縮の結果、和紙でとなる。グヨン干渉候群は稀である。尺骨神経は、肘部管の高さで上腕骨内側上下の背後から、尺骨神経口を通過し、続いて、内側側副靱帯と、尺足手根屈筋上腕と、尺骨頭の間に貼る。 球状人体で囲まれた場所、すなわち肘部管を通る。公約は、尺骨神経口でも肘部管でも起こり得る。肘部管症候群は公約性ニューロパチーで最も多いが、多くの症例では、原因を明らかにできない。尺骨神経麻痺の症状は、特徴的である。まずは、尺骨神経領域の感覚障害、大部位、大方指の和紙で変形。 小指玉の萎縮も生じる。背側骨管筋も萎縮する。最初に侵されるのが第一背側骨管筋で、侵され方も最も強い。母子内転障害も出現する。母子内転筋麻痺を長母子屈筋で機能を代償するため、母子内転時に指石管関節が屈曲し、これをフローマン長行という。尺骨神経は、肘だけでなくて関節でも攻略される。 尺骨神経は、手関節では、豆上骨という針、骨針との間のグヨン管を通過する。腸腰外転筋の筋力のほか、手関節や、手指の伸展障害の結果起こる、下水種、腕頭骨筋の筋力低下が認められる。頭骨神経病変は上腕骨神経口で、最も頻度が高い。意識障害や睡眠中に圧迫損傷されるため、 サタデーナイトポールジーとも言われる。下水種と腕頭骨筋の筋力低下が認められる。液化など行為で公約されない限り上腕三頭筋は通常を犯されない。感覚障害は、支配の母子と獅子の歯間部に限局するか、さらに中指の筋位部まで及ぶこともある。外傷や頭骨頭骨折によって起こる。大体外側の異常感覚や痛みを症状とする。 症状は立位または歩行で増強しざで軽減する。筋力は正常で、室外圏反射も保たれる。抹消神経の血管障害であり、太っている人がきつい下着やジーンズを履いた際などに起こり得る。大腿神経麻痺は、五腹膜の血腫、採石くらい、股関節形成術や股関節脱臼 腸骨動脈閉塞、大腿動脈の処置、悪性腫瘍の血行性浸潤、阻径部の潜痛性の外傷、子宮的出術や腎移植術といった骨盤の手術、糖尿病に続発して起こる。特発性の大腿神経麻痺もある。大腿神経麻痺では、膝の伸展や屈曲が困難となる。座骨神経麻痺は股関節形成術。 長時間採石医に置かれた患者における骨盤の承知、外傷、血腫、腫瘍心順、血管炎に併発して起こる。さらに多くの座骨神経障害は特発性である。代表例は股関節骨折による骨頭の後方脱臼や大替後方コンパートメントへの出血で起こる。離常筋では座骨神経、相皮骨神経、上戸の神経あるいは 五大体側神経が公約されることも報告されて、折り理常筋切開で治療される。肥骨神経麻痺は、肥骨頭で外からの外傷で損傷されることが、最も多い。通常、歌詞を組むことで圧迫が加わる。体重が減少した患者では、神経が侵されやすい。肥骨神経麻痺では、垂れ足と新肥骨神経領域や、朝肥骨神経領域に及ぶ。 様々な感覚障害を起こす。通常痛みはない。エルゴ神経熱症との鑑別が必要である。神皮骨神経が足関節背側の心筋死体化を通過するときに生じる。軽骨神経は座骨神経の一分子であり、座骨神経病変と同様の基準で損傷される。足根干渉候群は通常稀である。足関節の内科後方で、 蛍骨神経が公約される。後足根管症候群は、測定感覚障害と足内在筋の,筋の筋力低下からなる。かかとの感覚はしばしば正常である。皮腹部あるいは大腿にまで及ぶ、筋胃部への放散痛があり、この痛みは、歩行や、長時間の立位によって増悪し、夜間増悪もある。感覚障害は、圧迫やあるいは側部内がえし、強制でも悪化する。 脊髄病変はその行為と横断面の広がりによって、障害パターンが異なり、脊髄症候群としてまとめられている。一般論として、運動感覚障害に加え、膀胱直腸障害を伴う場合は、脊髄障害を疑う。体麻痺、死死麻痺、行為のある感覚障害は、脊髄障害を示唆する。脊髄行為診断には、随節症候を、 横断面の極在診断には長経路兆候が有用である。随節兆候としては分節性の運動麻痺、同分節の全感覚鈍マ、剣反射消失、筋萎縮線板レ連縮が重要である。また、長経路兆候としては、軽縮や剣反射の更新や病的反射が知られている。脊椎と脊髄随節の位置関係について述べる。 脊椎と脊髄の成長には差がある。原則として脊髄よりも脊椎の方が成長が早い。そのため、脊椎下端は出生時は L3 垂体行為であるが、成人時は L1 垂体下端に位置する。このように脊椎の位置が変化したとしても、神経根の通る椎間口は不変である。脊髄随節の極材に関しては、 諸説があり、脊椎と脊椎の高位さに関しては1964年のディチョングによるものと1979年のヘイメーカーのものが知られている。頸椎レベルでは、脊椎、脊椎のレベルは、脊椎レベルの方が上位である。頸椎 C7 のレベルに C8 頸椎がある。胸椎レベルでは、胸椎数10レベルに、胸椎数11と、脊椎レベルの方が下位となる。 胸椎ス11レベルに、腰椎 L1 から L3 が存在する。脊髄塩水部になると、ズレは、さらに大きくなる。脊髄塩水部は、塩水上部と塩水部に分かれる。塩水上部は、胸椎ス12に位置し脊髄 L4 から S2 である。塩水部は、腰椎 L1 に置し腰椎 S3 以下である。S5 以下に、腰椎 CEO がある。腰椎 L2。 または、L3 以下は、素となる。これらの原則は、個人差が大きいので画像診断額での利用では、注意が必要である。特に脊髄下端は、L1、2とされるが実際に、L1、2が、下端となるのは30%程度である。後頭部 C2、母子 C6、中指 C7、乳頭ー,ース4、ヘソス10、母子 L5。 肛門 S5 のデルマトームが有名であり行為診断でよく用いられる。その有名なこととして、皮膚感覚は隣り合う神経根による重複支配であるため、単一の神経根が障害された場合は感覚ドンマは起こるが、感覚消失は通常生じない。単一の神経根が障害された場合は感覚ドンマの範囲は皮膚分節より狭い。 感覚消失や境界が明瞭な場合は、末梢神経障害の可能性が高い。触覚より、通覚の感覚ドンマの方がデルマトームに一致しやすい。ミオトームとは一本の前根により支配されている、筋支配の単位である。一つの骨格筋は、複数の神経根に支配されている。神経根病変と、脊髄全角病変の麻痺筋による鑑別は、困難である。 末梢神経障害では、しばしば単一の筋に麻痺が見られるが、全角や神経根の障害では、通常複数の筋に麻痺が起こる。脊髄は、圧迫による障害を受けやすく、時間とともに、不可逆な変化をきたす。急性脊髄圧迫の病院としては、外傷、腫瘍、血管障害や感染症がある。圧迫性の脊髄障害は、症状が、 歌詞から上報性に進展するため、長経路兆候から疑われる、病変行為よりも上位に、実際の病変が認められることがある。これを、偽性極在兆候という。随節兆候や背部自発痛高打痛があれば病変行為の手がかりとなるが、それが乏しい場合は長経路兆候から推定される、病変行為よりも、上位の脊髄を含めて、画像検査を行う。 圧迫解除による、脊髄機能の回復が期待できる、ゴールデンタイムは8時間以内とされており、速やかに外科的減圧処置の適用を検討する。脊髄ショック時は、士官性麻痺と、腱反射消失を呈することがあり、急性多発ニューロパチーとの鑑別が必要となる。脊髄過担は、行為診断が困難なことが多い。それは、衰退と脊髄の行為が異なるからである。 脊髄塩水部は塩水上部と塩水部に分けられる。塩水上部第12胸椎に位置し、L4 から S に随節である。塩水部は第1腰椎に位置し、随節は S3 以下である。そして第2または第3腰椎以下が巣になる。これらは原則であり、個体差は非常に大きい。脊髄下端は L1、2が 最も多いとされているがそれでも30%に満たないのである。巣は、脊髄塩水より、下位にある、神経根の集まりで、L2 以下の神経根が1本、または、複数障害される。従って、臨床症状は単神経根症状ないし、複数の、神経根症状を呈する。この部位の病変では、溶化部痛を訴えることが多い。 SLR、SL FNST など、誘発やでおおよその極材を決めていく。なお、バビンスキー反射の反射中数は、L4S1 であり、室外圏反射では、L2L4 であり、アキレス圏反射では S、S1S2 と考える。軽椎症では、首の痛み、肩こり、ほぜの痛み、しびれ、感覚どんま、手指の動きのぎこちなさ、歩きにくさなどを訴えることが多い。 痛みは、気象時に強く、温まることで日中に楽になり、筋疲労で夕方に、痛みが増強することが多い。腰椎症をはじめ腰椎疾患では、腰痛や、電部の痛みといった、脊柱症状と下肢の痛み、痺れ、感覚鈍麻、マ、間欠性跛行、膀胱直腸障害といった、神経症状が認められる。腰椎症では、慢性の腰痛が特徴であり、 気象時などの動き始めや長時間の同一作業での、頭痛の増強が特徴である。夜間睡眠時に頭痛が増強する場合は、素腫瘍や、類骨骨腫が考慮される。間欠性破行に関しては閉塞性、動脈硬化症による、血管性間欠性破行との区別が必要となる。腰椎症では、前鏡で、過失は軽減することが多い。 すなわち、腰椎症ならば、自転車ならば、長時間走れて、シルバーカーを使って歩くと楽になる。血管性では関係しない。腰痛疾患において、問診で確認が推奨される項目は、自覚症状では、腰痛、過失及び痺れ、歩行能力に関してである。日常生活動作では、寝返り動作、立ち上がり動作、洗顔動作、中腰姿勢、または、 立位の持続、長時間剤、重量物の居場、または保持、歩行などである。暴行直腸障害に関しては、遷延性肺尿、頻尿、残尿感、失禁などの有無を確認する。運動麻痺も感覚麻痺も兆候であり、治療は原因疾患の治療を行うのが一般的である。しかし、痺れを主訴とした来因も多いため、対症療法を一部示す。 軽症であれば、アリナミン F50mg1× やメチコバール 1500mg3、ユベラエヌ 100mg2、ビタメジンカプセル 50mg1× などを使用する。また、心因性の場合も多いため、抗不安薬も併用することもある。糖尿病性ニューロパチーの場合は、軽症の場合は、キネダック 150mg3 がよく用いられる。キネダックは、 アルドース還元酵素の阻害薬でありアルドース、還元酵素を特異的に阻害し神経内のソルビトール蓄積を抑制する。神経が不可逆的阻害を受けていなければ有効とされている。糖尿病性神経症の頭痛や痺れに使用されることが多い。尿が赤くなるが、それは特に問題とならない。痛みが強くなってきた場合は、 キネダック1 5 0 m g 3抜に加えて、メキシチール3 0 0 m g 3抜を併用する場合が多い。メキシチールは IB 群の抗不正脈薬であり、不正脈を誘発することがあるので投与前に、心電図を検査することが望ましい。1ヶ月をめどに使用し効果がなければ2週間で、退薬する。また、痛みが難治性となった場合は、 テグレトール4 0 0 m g に×を使用することも多い。この痛みによって打つ状態となることも多く、抗鬱薬、抗不安薬が効果的な場合もある。トフラニル 30mg3× は酸関係、抗鬱薬であり、セルシン 6mg3× は抗不安薬である。セルシンとテグレトールの併用はしばしば行われる。だが、 日常生活に支障が出るほどの糖尿病性神経症では神経が不可逆的な変化を起こしておりこれらの薬物が効果的でない場合も多い。その場合、痛み、痺れは訴えないこともある。アルコールや栄養障害のニューロパチーを疑った場合はビタメジンカプセル 3C3 抜とメチコバール1500マイクログラム3抜を併用することもある。 この場合は原疾患の治療とエンせずによる疼痛を行う場合が多い。不腫に対して、ラシックスレギュラー 40mg1 抜も使用される。テグレトールが頻用される。体状方針後などでは、フランドルテープが効果的なこともある。急性腰痛症の薬物療法としてはエンセズ、せず、筋カン薬、枠シアウイルス摂取エウサギ炎症皮膚抽出液、 ビタミン B12 製剤、プロスタグランジン製剤、抗うつ薬、漢方薬、抗不安薬、抗転換薬などが用いられる。プロスタグランジン製剤では、プロレナールや、オパルモンなどが用いられる。プロスタグランジン E1 誘導体であり、腰部脊柱間狭窄症による下肢の痺れや痛みに、対して用いる。循環障害の警戒にて症状を緩和させる。 軽症から中等症では、効果があるが重症例では、効果は、限定的であり、有効率は50%程度とされる。副作用は消化器症状や動機、ホテリなどである。漢方薬では、ギッシャジンキマルや蜂蜜大丸などが用いられる。蜂蜜大丸は、腰部脊柱管狭窄症に対しては、RCT で70%の効果があり、無視図より有効とされている。 ギッシャジンキマ丸は、ジオマ丸に二つの木薬を配合し効果が増強されている。ありがとうございます。